を強く締めてる？僕は北だと思う。ちょっと、え、そんな必要に刺してんの？すごいな、やっぱり身体能力えぐいな。オッケーよ。終わりかい。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは呪術廻戦第34話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。呪術廻戦ですね、渋谷事変、相も変わらずやっていこうと思うわけなんですけれども、分かったでしょ本誌の皆さん。僕は本誌勢で前回早バレを読んでしまったわけですよね。今週分の呪術廻戦の早バレを読んでしまい、もうどんな気持ちで五条先生を見たらいいのか僕は分からないみたいなところがあるわけなんですけれども、分かったでしょなんであんなテンションになってしまったのか。まあ、だいぶ隠してはいたけれども、まあまあまあ、今週部を読んだら、もうなんかどういう気持ちで五条先生を見たらいいのか、わからないよっていうのも、まあなんとなく納得いただけたのかなっていうふうに思います。僕は一応本誌勢なので、一応ね、やっぱり相変わらず原作既読本誌のネタバレも若干ながら含むかもよ、みたいな感じでやってますので、ぜひともね、そこら辺はご了承いただきたいなというふうに思います。相も変わらず渋谷事変も続いていて、前回獄門教で五条先生が封印されたところからですので、こっからどうなっていくのか、注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。スタートいきましょう。なんだこれ。あら、なんかアスキーアートみたいなのができたけど、メカ丸？さて、さあ、さあ、メカ丸。そうそうそう。躊躇なく。怖え。やべやべ。封印された。さて。さあ、あ、さあ、お、うわ、お、お、お、あれ、思ったより強くね？あ、毛が結構、え、結構強いな。え、結構強く締めてる？こんな強かったの？強く締めてない？ガッてだけかと思った。わわわ、めちゃくちゃ強く締めてるじゃん。魂は肉体。ああ、魂と肉体は一つ。世界。まあでも聖徳領域もそうだしみたいな。さあ、さあ、なんかあれだったよね、前は結構瞬発的な締め方だったよね。反射で動いたみたいな感じだったけど。意志を持って、閉門。さあ、サイコロみたいになってんだね。わお。お、おやすみ。わおわおわお。完了。ああ、なるほどね。うわ、でもすごいな。もっと反射的な動きかと思ったけど、がっつり締めてんだね。割とチラッと見えるかなぐらいじゃなくて、がっつり抵抗してるね。なんだっけ、体に魂がついてるか、魂に体がついてるのか。で、無意天変は魂の形を変えれるから、
体の形もいじれますよっていうか、それに伴って体の形が変化するみたいな感じだけど、これに関してはやっぱり同一で考えるのがいいっていう感じなのかな。魂というのは体であり、体というのは魂でもあるみたいな。しゃー、かっこいいなー。いやー、マジで楽しみだなー。ワクワクしかないけど、やっぱり怖いところでもある。五条先生、皆さんはどう思いますか？本誌の五条先生、どっちだと思いますか？僕は北だと思う。スペシャル。やっぱりただで南に行くタイプじゃないと思うんだよな。絶対北に行くと思うんだよね。さて、うゆくんかわいい。前見えてます？おう、ああ、なるほど。ああ、なあ、そうか、内通者。ああ、そうかそうか、視界縛ってるのか。あら、ウユくん、まあわざとそういう風に言ってるわけだ。わお、さあ、三、二人、うん、さあさあさあ、五条封印とかで動き出したんだっけこれって。さあ、ああ、そうね、うん、うん、中央二個目、うん、はい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 、そういう流れになってるのか、うん。はいはい、わあ、そうかそうかそうか、それも伝わってないからか。そうそうそう、あ、わ、それだけ無茶を通してた。ういゆいくん。
さあ。わあ、いいなあ、メイメイさんの強キャラ感。さて、あ、起きた。さて、うお、はあ、うわ、泣いてる。なにこれ、どういうこと、中からってこと。わあ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 、なんともグロテスクですね。ああ、だなりましたかね。ああ、うまくやってくれることを。この段階でどこまで想定してたんだろうな。ここまでひどくなってるのかって思ったのかどうなのか、ちょっと気になるよね。さて。あら。あははは、来たね。うん。動き出す。胃のタクが取られてしまった。おう、あー、真人、やっぱり強く残ってるんだね、ナナミンの中では。さて、あ、入るのか、帳の中に。怖い。さあ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 、来た来た来た。あー、これは、そうか、スーツの、わわ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 、え、あれ、うわ、え、ちょっと、え、そんな執拗に刺してんの、え、そんなひどいことして、うわ、マジ、あ、こんなひどかったでしたっけ。さて、あ、ウラームだ。ウラウメ、うわ、サイガさん、うわ、少なガチ勢。さて、あー、なるほど。さて、あ、目があった。さあ、ああ、それで通じる。さあ、ああ、なるほど。さて、さあ、入っていく。うわうわ、改造人間。いやー、助けてって言ってる。わお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 、さあさあさあ、おお、すごいな、やっぱり身体能力えぐいな。うわ、何それ、今空中でか、
さあさあさあ、やばいな。さあ、おーおーおー、やっぱ身体能力はえぐいな。足蹴って、なるほど、すごいな。さて、あ、おかしい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 、あ、すいません、おかしいおかしいおかしい、なんか、あ、でも4階に飛び込んでたりしてたか、おかしくないのか。うん、あ、これあれか、あ出た。大声で。さて、ナナミン、あ、さて、殺して、おう、わお、明らかに呪霊優位に傾く。あ、ちょうそう、お兄ちゃん、あ、なんかお兄ちゃんはあれでいいんだよね、弟のために動いてるだけなんだよね今。ああ警戒してる。まあ、生かす派と殺す派。ああ。ああ、本気と書いてマジで読む。さて、何なんか温泉入ってるけど、ああ、あ、そうだもんね、な、呪霊を社会として形成したいのよね、中心の社会基盤を築きたいみたいな。まあ 100% にしたいと。うん、ああ、呪い、うん、はいはい、なるほど、あでもそういうことだよね、やりたいようにやろうっていう。少な、なるほど、さあお兄ちゃん、なんかこう改めて見るとお兄ちゃんのビジュアルってすごいいいね。あ、そうか、ここであれか、耳の中か。さあ、あら、煽りが。
はっきりと契約すべき。あでもどうなんだろうね。体移し替えてもいいけど、ゲトウの体にずっといるってことはどうなんだろうね。術式継承できるんだもんね。別に移さずこのままでいることがまだ足を引っ張る可能性もあるよね。さて、あはは、来てた。さて、もうナナミは慣れてしまってる。そうね、術師を、はいはい、なるほど。猫撫でてる。うん、さて、イノタク。ああ、信頼されてるね。まあ、それだけ信用してるよね。はい。二つ。ああ。うん。ああ、五条家って他にいるの？出てきてないよね。ああ、ああ消される。うん。うん。あ、そうだよね。でこれで動き出してんだもんね。うん。まあそれだけ五条はでかいわけだもんな。わーお、オッケーや、終わりかい。早いな。あー、さやかみつきさんいいね。裏梅もう完全に解釈一致なんだけど。もうこの中性的で女性か男性かもわからないこの絶妙なところをしっかり、そういう役どころが多いキャストさんですごい嬉しい。なんかすごい綺麗に見えるな今回の裏梅。なんか怒ったり感情豊かにしている印象がすごい強いからな。さあ始まっていく。こっからこっから戦闘オンパレードじゃない？なんかやっぱり出来事と出来事を覚えてるけど、その間を忘れたりしてるから微妙なところなんだよね。うん、いいな。でもやっぱりこう見てるといいな。やっぱりこの呪術師コミュニティっていいよね。見てると会話とかさ、イノタクとこのナナミの信頼関係とか、メイメイさんとイタドリとかもさ、会話とか見るとさ、メイメイさんってさすごい癖強そうだけどさ、割とやりやすいんだろうなっていう風に思う。人に合わせるのすごい得意、大人な人なんだなっていう風にも思うね、改めて見ると。イタドリがうまくやってるっていうより、多分メイメイさんの多分人間性だと思うんだよね。合わせるからっていう、いいよな。さて誰だ。あ、おがみば。さあ来るぞ。さて、さあちぐはぐじじい、あべこべじじいだっけ。さあ
さて、うん、うん、の、あははははは、言い方だ、これだから呪霊嫌いになれないんだ。というわけで見終わったわけなんですけど、さあさあさあ、なちぐはぐじじだかあべこべじじだか忘れたけど、さてさてさて、最後出たね、呪詛師おがみばばあ来たぞ、ついに来たぞ。ってことはだよ、もうってことはさあ来るぞ、いよいよあっち側の来るぞ、天陽の暴君が。さあさあさあ、すごい楽しみすぎるな、マジでやばいな。いや、いいな、いいな、いいな、めちゃくちゃいいな。いや、いいな、いいな、いや、いいなぁ。いや、てか、やっぱり、いろいろと意外だな。やっぱり、細かいところまで覚えてなかったからかわかんないけどさ、ゲトウがさ、首絞めるシーン、あんな強かったんだ。なんか、もっと、ガッて、ちょっと、反射で、こう、バチンって、こう、来たぐらいなのかなっていう風に思ったら、もう、がっつり締めてたよね。敵意を持ってたよね、肉体が。ああ。いや、いいな。これ、でも、本格的にさ、ゲトウ復活落、あるんじゃないの？マジで。なんか、これ見たら、すごい期待しちゃうよね。なんか、ねえ、本誌だと多分、本誌っていうか、何？原作だともっと軽く描写されてるよね。なんか、思いのほか強く締められてるよね。なんか、切られた後にさ、なんか、イカの足が動くみたいな感じで、そんなレベルじゃないよね。がっつり意志を持って締めてるよね。うん。意志ありそうだね、この感じ、肉体に。なんかちょっと期待しちゃうんだけど。いや、マジでやばいね。ああ、いいなー、なんかいろいろと、いいなー、なんか。いや、でもなんか、やっぱり改めてアニメで見ると、メイメイさんも好きになっちゃうな、ウイウイくんもそうだけど。うん。意外とやりやすい人なんだな、なんかすごい癖強そうな人で、なんかやっぱりとっつきにくそうな人だなっていうふうに思うけど、やっぱりこの歌姫とのやりとりも含めて、割と先生気質というか、割と人当たりはいいよね、あの人ね。うん。お金に執着がすごいあるだけで、割と人当たりはいい感じはするよね。うん。まあ、それこそやっぱり内通者がいて、みたいなところがあって、まあ、いろいろと怪しい、誰が怪しいんだ、みたいなところであって、僕、これ内通者誰だったっけ？忘れちゃったんだけど。うん。でも、やっぱり内通者筆頭が割とメイメイさんではあったんだよね。確かね、このお金のシーンとかも含めたりとかして。お金のシーン含めたりなんだ、なんかいろいろとあったりと思うんだけど、忘れてたんだ。そこら辺も忘れちゃったんだけど、でも結構メイメイさんも怪しいところであるよね。術式便利すぎるしね。うん。いや、いいね、いいねっていうところで、めちゃくちゃいいなっていう風に思う。やっぱりでもちょっとさ、五条がさ、やっぱりここでさ、もう当分出てこないから、五条先生出てこないからさ、改めて本誌の話したいと思うんだけどさ、あえてちょっとまあ、単行本派もいるかもしれないから一応防ぐんだけど、北へ行くと思いますか？南へ行くと思いますか？僕はね、北だと思う。うん。うん、あ、一応出しとくわ、ここらどっかに。本誌のネタバレですって。単行本の派は注意してください。はい、そんな感じで、まあちょっと本誌の話もちょっとしたい。僕さ、周りにさ、呪術読んでる人がいないからさ、ねえ、やっぱりツイッターって何ですか、X にもさ、できないわけですよ、アニメ勢がいるから。で、この本誌の話をしたいなと思ってもできないから、やっぱりこういろいろと溜め込む、こうなんじゃないかって溜め込むことが多いんだけど、やっぱり僕としては期待いくと思うんだよな。皆さんはどう思いますか？本誌勢の方多分いるでしょうっていうところで、どう思います？純粋に本誌の感想を話したくなってしまって、今本誌の感想を話してるんだけど、うん、いやでも僕的には期待いくと思うんだよな。まあ、シャクソンのね、あれ何、考察云々はあるんだけど、でもやっぱりさ、五条先生がさ、なんか悪あがきもせずに負けを認めるとは思えないんだよな。なんか下等も弔えてないし、生徒も守れてないしで、ねえ、全ての実力を出せた、満足だっつってやられるタイプだとは思わないんだよな。なんかなんやかんや汚い手を使ったり、置き土産をしたりとかして、少なに買って、最終的に俺が勝ったから俺の勝ちだぜって笑うのが五条先生な気がするんだよね。これはもう独自の解釈ではあるんだけど、でもなんかそんな気がするよな。なんか南派もいるじゃないですか。もうなんかこれ以上頑張らせないであげたいっていうのもあるし、やっぱり少なってすごかったんだなって思う人もいるし、ねえ、こっからやっぱり逆転ってなったらまたあれだし、みたいな。こっから反転術式だったらなんか、真っ二つにされて服をない状態で復活するから、みたいな、そういう考察もあるみたいなんだけど。でもなんか色々とありそうなんだよな、なんか。
五条先生が復活してなんで俺が復活してるんだ、ヒューヒョイだぜ、翔子さんが出てくるみたいな、そういうのもあるんじゃないかっていうふうにも期待もしちゃってるんですけど、皆さんはどう思いますか。僕はやっぱり南だとは思わない。やっぱりあんだけやったからさすがに南でしょ、休ませてあげようよという声もあるけれども、僕は北だと思う。それでも北へ行くのが五条先生だと思うんだよね。っていうか、その少なくともゲトーは弔ってあげてほしいんだよな。まあ、どうなるかわかんないんですけれども、はい、本誌の感想終わりということで、皆さん北か南か、ぜひとも意見をいただきたいなというふうに思っております。はい、というわけで、まあまあまあ、そんな感じで渋谷事変が始まっていくぞということなので、こっから多分戦闘連発だよね。はい、マジで楽しみ。これさ、だってさ、次回予告あれだよね。ダットだよね。いや、いいですね。楽しみですね。めちゃくちゃ楽しみになってくるので、ちょっと次回以降も注目してやっていこうと思いますので、ぜひと皆さん楽しんでやっていきましょう。